1947年8月5日、旧ソビエトアルメニア共和国で生まれたマーティロ・マヌキアンは若い頃より才能を見せ、16歳の頃には前衛美術の展示会で第一位受賞する。彼の突出した才能が認められ、1966年高校卒業と同時に国立美術院に入学、72年に卒業。同年、旧 ソビエト連邦芸術家連盟会員の名誉を獲得し、旧ソビエト中の芸術家たちに大きな影響を与えた。しかし、子供の頃から自由、冒険、自然、愛に興味を持ち、共産主義には同調できなかったマーティロは、常に高い評価と人気を得、数々の栄誉に輝きながらも、心は満たされず、人間らしく生きるため、 自由を求めて1987年ついにアメリカに渡る。描くことに対する政治的制約から解放されたマーティーロは、尽きることないエネルギーで自由、挑戦、勇気、自然、女性、神など、人生において美しいと感じられるものを愛を持ってキャンバスに歌い込んだ。彼の絵には、金箔、銀、樹脂、液状真珠などが、色の一部として使われ、ムード、 感情が表現される。マドンナは美しさのイコンは故郷の象徴として映し出された。アメリカに渡ってわずか2年の間にマーティロは独自のスタイルを築き上げ、名声を得た。彼のテーマは青の時代、その後ゴールドの時代、新しい光の時代と広がり、力強く、それでいてロマンチックで感能性にあふれている彼の原画は1000点を超えた。 私は今のライフスタイルを気に入っています。私のモチーフは美しさです。セレナードと音楽は私の人生のモチーフです。私はいろいろな手法を使って描くことが楽しくて仕方がありません。なぜならば自由、感情、勝利、いや実際に私が絵を描くときの気持ちはわかっていません。しかし描くことで私の気持ちを カメラの目がキャッチできない心にある気持ちを描いているのです。おそらく他人が見ることのない特別な微妙なものです。ありがとうございます。